俺は大学生でファミレスでバイトしてる。ある日、座席の備品、シュガースティックとナプキンと爪楊枝が全部なくなっていることに気づいた。興味本位で、この手のスレもまとめて読んでたし、実際働いてたら、ずうずうしい人にも結構遭遇したし、連れが頼んでるんだから、自分もドリンクバーをセット料金にしろとか、そもそも連れがドリンクバー頼んでるんだから、自分も飲んでいいだろとか、それほど気にはしなかった。だけど、それが何回も続いた。俺がバイトに入るのは週の半分以下だから結構な確率だと思って店長に相談した。そしたら、店長にはもう少し様子見てみようかと言われたので、もやもやしながらもバイトを続けた。自分が入ってる日に何度もなくなるんだから当然だけど、注意して見ていれば、誰が備品を持ち去っているのかはすぐに分かった。幼稚園児を連れたママ友らしき3人で、そのうちの一番騒がしい一人が犯人だった。そいつの子供も騒ぎながら店内走り回ったりしてて、他のお客様からの苦情を受けて3回ほど注意したことがあったので覚えてた。そのことを店長に報告しても、もう少し様子見ようだけ。俺も自分で言うのもなんだけど、理屈だけは達者な学生だから、そいつに食ってかかって完全論破してやりたかったんだけど、店長に釘も刺されたので、そいつを見かけるどそして、空になった備品を見るたび、イラつきながらも普通に働いた。脳内では、吉が、お客様は神様でしょって言ってきたら、俺は、とか妄想しながらうさばらししてた。で、最初に、備品の全滅に気づいてから2ヶ月くらいした頃、やつのテーブルが妙に騒がしくなった。お水のおかわりを注ぐという口実で、そこに近づくと、みっともないからやめて、だの。これはサービスなのよ、だの話し合っていた。やつの方だけ見れば、怒鳴っていたというのが正しいと思う。ちょくちょく耳に聞こえてくる会話は、吉ママそのもので、こんな人実在するんだと、妙に他人事に感心していた。結局、そいつは、喧嘩別れする形で店から出ていった。支払いは、残りの2人が、やつの分も含めて払ってくれたんだけど、レジ打ちのこの横から、店長が、クーポン、大したものじゃない。を渡しながら、また、ぜひ、お二人で、ちゃんと聞き取れなかったけど、多分合ってると思うお越しくださいと言っていた。その後店長に聞いたら、こうやって喧嘩になることを俺が相談する前に予測していたと言われて驚いた。お前が気づけるような客席のトラブルに俺が気づけないはずないだろうとも。俺が指摘するよりも、前に試しに、スティックシュガーをカバンに詰めてるやつに視線を送ったところ、本人は気づかないのに、他の二人が視界の端で居心地悪そうにしてて、それで今の結末まで予測したんだとか。別にあんなやつ放り出したり、出禁にするのは簡単だけど、よ、そしたら、残りの二人まで気まずくなっていらっしゃらなくなるだろ?と言われて、本当に、店長の観察眼に驚いた、という武勇伝。店長は、制服着てなければ、ヤクザか軍人かという見た目なので、物理的に、放り出すのも、確かに簡単なのだろうと思う。もっとも、それだけに途中では、俺でも脳内妄想でできるんだから、店長がちゃんと対応すればすぐなのに、とかでイライラしてたんだけど。違ってた。